はい、どうもこみです。それ本日はこちら TH コンプリータさんから動画いきたいというふうに思います。でですね、本日お話しさせていただきたいのは、もうですね、さすがにもう避けて通れなくなってきたこのテクニックをですね、ちょっと今回は特集でもないですけど、中心にですね、ちょっと見ていきたいというふうに思います。何かというと、突撃艦です。突撃艦。茜式というですね、その突撃艦の中にライドラバルーン入れて、クローンレイジでゴーンとね、こう範囲をぶち壊していくという、使い方に関しては、もう、皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、タウンホール13、12もちょくちょくあるんですかね。でも特に13において、タウンホールをやっぱ壊すのに、この突撃艦を使わなきゃいけない場面っていうのが本当に増えてきたなというふうに思っていて、でそこをですね、本日見ていきたいと思います。で、まずはですね、こんな風な形ですね。何かっていうと、これライドラーラッシュになるんですけども、このライドラーラッシュ、ものすごい呪文の付け方とか、ライドラーの動かし方うまいんですよ。で、そこも本当にね、必見っちゃ必見なんですけども、ちょっとここ話していいですか？すいません。ね、これ、対空砲がないところにしっかりライドラーを当てて、で、カット入れてるって、これがうまいですよね。で、こうすることによって、ライドラーがもう延々とこの辺の防衛っていうのを、ノーダメージで壊していってくれます。こうすることによって、主力を出す前にカットをしっかりやって、主力のライドラ部隊っていうのが、きっちりですね、それないようにこいつらが中心部に入っていく、というね、絵を描いているんですけども、呪文レイジーを一気に打って、どんどん打っていきながら、フリーズも、ふんだんに投石機なんかに当てていってっていう感じなんですけど、これですね、相手のタウンホールを壊すのに、突撃艦に、グランドウォーデン、エターナルトームを当てて、タウンホールに向かわしていっていますよね。で、中から来たバルーンとライドラでタウンホールを一気に落とすという形ですね。バルーンは怒っちゃうんですけども、タウンホールがね、壊せるってだけでもだいぶ大きい仕事になります。最後、ロイヤルチャンピオンが、ライティングドラゴンがちょっと手が届きにくいような防衛、この辺っていうのを、回収ですね。もうテキパキとこう回収して、前回まで持っていってくれるという形になるんですけども、素晴らしいですね。ラストもマルチインフェルノで怖くはないと。で、こんな形で、ライドララッシュの基本形というか、序盤サイドカットしてから、援軍つらないところにババキンとアチャクイですね。今、こっちの、3次方面っていうんですか。こっち方面、3次4次方面をババキンアチャクイで流していって、ライドラを一気に展開していって、タウンホールを突撃艦で壊し、ロイヤルチャンピオンで最後締めるみたいな。で、これタウンホールのところをですね、無視しちゃうと何が起こるかっていうと、 50% ぐらい、51% に破壊率がなった瞬間にニョキッとこのタウンホールが動き出して、で、毎秒300ダメージですかをね、4体のユニットにゴツゴツ与えてくるって、とんでもない、ダメージを、受けてしまう、そういう形になってしまうんですけども、そうならないように突撃艦で一気にタウンホールを壊してしまうという手ですね。でそうすることによって確実に星2が取れるんで、こういう、クラン対戦リーグにおいても、星1というリスクがなくなるということに加えて、一番火力の高い防衛がこのギガインフェルノと言われるタウンホール13がこのね、タウンホールになりますんで、これを確実に、しかも短時間で落とすことができるという点において、ものすごい実用性が高いんですね。で、今回の動画合計4本、アタック見てほしいんですけども、すべてこの突撃艦でタウンホールを落とすパターンで、しかも全部攻め方がそれぞれ違うので、次はですね、ラバル見ていってみましょうかね。ラバルを使った場合っていうのが、実はこの、突撃艦に、を使ったタウンホール破壊の一番、走りというか、このやり方から、突撃艦でタウンホールを落とすっていう、攻め方が始まったという一番始まりの形ですね。なんか最近、そうですよね、鬼滅の刃自分読んでるんですけど、今、電子書籍で読んでるんで、今、何巻だあれ、22巻かな、始まりの呼吸みたいな、ね、のがあって、要はそこからどんなこう、ね、いろんな呼吸が派生していくんですね、火の呼吸とか水の呼吸みたいなね、いうのがあるんですけども、そのね、まさに始まりの突撃艦、それがこれですね。この話しなくてよかったかもしれないですね。別に、鬼滅に例える必要は全くなかったんですけど。とにかく、始まりの、突撃艦の使い方だったんですね。それを見ていきたいと思います。
かりとまずここ序盤、スーサイドラバルといわれる形ですね、ウォールブレイカーで壁開けるテクニックうまいですね、きっちりと開けていって、ヒーローの形を中に入れていく。ターゲットは相手のイーグル砲を通す、通す撃、あとは、アーチャークイーンですね。で、その後ですね、ラバルを回していくときに突撃艦を混ぜていきます。で、これね、タイミングが難しそうに見えるんですよ。パッと見突撃艦でタウンホールを壊しながら、しかもそこに突撃艦にでタウンホールを狙いながらそれに投網をかけていくって、結構タイミング難しそうに見えるんですけども、これね、慣れてくると自然にできるようになるんで、50回ぐらい練習してみてください。これ冗談じゃなくて、マジで50回ぐらいは練習した方がいいと思います。そうすると突撃艦を出すタイミングとか投網かけるタイミングがもう体でこう染み込んで、だんだん無意識にできるようになってくるんで、これは本当にね、練習してみてほしいと思うので、今回のこのアタックではどんなタイミングで突撃艦出すのってところですね。で、投網かけるの、そこら辺をよく見ておいてほしいなと思います。まずは、バルーンですね。バルーンでこれ多分シングルインフェルノを狙ってますね。この辺対空防衛があんまないので、バルーン5、6体投げて中心部をえぐろうと。で、ラバルを展開しながらバルーンを出していって、ギリギリグランドオーデンのフォームの範囲を出るか出ないかのところで、突撃艦に投網かけてます。そうすることによってしっかりとこいつがタウンホールに届いて、中から、ラバハウンドとスニークゴブリン5体、このスニークゴブリンがきっちりとタウンホールを落としてくれるということですね。ラバハウンドプラススニークゴブリン5体っていうのが、この45枠の援軍の枠数を使うギリギリになりまして、しかもこのラバルに混ぜる場合には中から出てくるラバハウンドは別に爆破ダメージは絶対やられませんからね。しっかりラバルパートの、サポートに回ってくれるし、タウンホールは、バルーンたちがタウンホールのダメージの範囲に入ってくる前に、スニークゴブリンが壊してくれるんで、さっき言った300かのダメージかける4っていうのを、実質もう無効化しながら攻めていくことができるってことなんですよね。なのでですよ、このバルーンの残り方、しかもフリーズ2発どうやってしまっているというね、もう一回多分超気持ちよくなってるでしょうね、聞いた人今頃。あれはもう絶対に引き出した今気持ちいい。もう僕だったら気持ちいいね、これは本当に。という形でですね、取っていくということになります。まあ、要するに先にラバーハウンドバルーン部隊を展開しておいて、で、トームをかけたいタイミングっていうのがあるじゃないですか。この辺でトーム使いたいなみたいなタイミングに、うまいこと突撃艦がそこで、合わさるようにタイミングを測って投げていくってことですね。で、このタイミングは、聞いてみて覚えるんじゃなくて、実際に使ってみていただきたいと思います。50回ですね。ぜひやってみてください。本当に、プレッシャーで50回するぐらいだったら、別に1日で50回しなくてもいいので、いろんなね、日を変えてやってみてもらえたら、多分身につくと思うんですけども。さあ、あと2本はですね、関西クラクラクラブから見ていきたいというふうに思います。はい、では、3本目、今度自分のアタックちょっと見てほしいと思います。実はね、空のアタックに混ぜるだけじゃなくて陸のアタックに混ぜることもできるんですね。で、まあこれちょっと自分のアタックなんで、ちょっとごめんなさい、ちょっとだけね、簡単にその意図を説明します。まあせっかくなんで少し詳しく話そうかなと思うんですけど、今回このイエティバットっていう攻め方を選びました。なんでかっていうと、ここ見てもらうと全然マルチ防衛その範囲攻撃施設がないんですよね、防衛で。なんで、ここにコウモリを当てていきたいなと思ったんですけど、そうするとさ、タウンホール邪魔じゃないですか。タウンホール。これがさっき言ったように、ものすごい、効果力でコウモリを一瞬で焼き切っちゃうんで、これだけはなんとかしたいというふうに思ったんですけど、でもね、じゃあ、タウンホール側からこうユニットを入れていって、最後まで飛ばしていこうと思ったら、まあ、そりゃ無理な話かなと思ったんですね。投石機がここ2個あるし、こういうふうに。2個あるし、これか。なんで、まあ、イエティとかをね、ここまで届かせたら結構やられるかなっていうか、むしろそこまでイエティが残るんだったら別にイエティラッシュでいいよなっていうふうに思ったし、ただ、まあ、そこまで多分残んないだろうなと思ったんですね、イエティとかね、絶対に。残んないと思いました。なんで、ここをじゃあイエティとかで潰そうと思ったら、じゃあこのタウンホールどうするのって言った時に、これね、突撃艦を使っていくんですね。エアスイーパーに関しては、まあ、イエティたちが追ってくれさえすればいいので、イエティをガツンとこう入れていって、この辺を蹂躙してもらいながら、突撃艦をここからこう当てていくみたいなイメージですね。で、中央に入ったイエティたちと同時に当分がかかるように突撃艦を投げていって、で、コウモリは本当はね、こっち側から行こうと思ってますね。ここからぐーるっとこう、
流していって、最後、シングルインフェルノのところの、まあ、ウィズ島がありますけども、こうですね。ここで、まあ、仮にコウモリが焼かれちゃっても、まあまあ、あとなんとかなるかな、みたいな感じで、軽くね、考えていました。で、グランドオーデン、ぜひから入っていきます。イエティをする場合に、クイヒを使わないのは、ね、クイヒだと逆走するっていうパターンがあるんですけど、オデヒは逆走っていうことが、まあ、基本はないので、オデヒを使うのが定石ですね。しっかりとここまで、削っていきさえすれば、イエティたちっていうのは、まあ、ここからね、出していけば、これ壁の隙間が微妙に空いてるんで、ぐーっと中に入っていくだろうな、ジャンプを打って一気に、広がらせていけば、まあまあ、投石機の区画っていうのは全部壊してくれるかなというふうに思いました。この、ウィストが削れたのは美味しいですね。本当はもうちょっと待って、このウィストもとかね、欲張りたかったんですけど、時間切れ怖かったんで、ちょっとこれはやめときました。イエティを出してからボーラーを全部出します。この出す場所ポイントですね。こっちの今、ババキンがいる方から出しちゃうとみんな、この壁下に逸れちゃうので、今この1時から出したっていうのは、この壁の穴、1枚された穴にひっちりと入れるために、もう、必要な場所だったっていうところですね。レイジを早めに打って、一気にヒーラーにレイジをかけます。でこうすることによって、レイジヒーラーの形を作って、ユニットがやられにくいような形を作ります。一気に投石機と防衛軍、イーグルごと当たっちゃうので、これしないとおそらくイエティがやられちゃうだろうなと思って、浅めにレイジを打って、中盤から終盤にかけては、もう、あとは、余力で突破しようと思いました。で、突撃艦にこれ、トームを合わせて、安いパナに予定通り壊れているので、ここですね、きっちりとタウンホールの上に落として、で中から出てくるのはイエティプラスのゴブリンですね、スニークゴブリンで、ここね、さっき言ったのと逆方向からコウモリが来てますけども、完全にこのウィストがねあったんで、あ、これやべえなと思って、まあ、イエティが今向かいかけてますけどね、こいつがね。でも、コウモリ落とそうと思った瞬間には何も誰も向かってなかったんですよ。なんで、これがちょっと邪魔だったので、急遽、逆側から攻めていってます。コウモリをここからぐるっとね、アイスゴーレムをこのウィストに当てていって、こいつに当てていって、コウモリを流します。で、このコウモリに、映ってるタイミングがタウンホールの爆破とほぼ同時ですけども、タウンホールに関しては、トームを当てた瞬間からもう一切突撃艦見ていません。それ見なくても多分大丈夫だろうと思ってました。で、予定通りではないにせよ、ウィストの区画を突破して、でこのウィストをね、だからあれなんですよ、本来このウィストって序盤にこう当たる予定じゃなかったから、完全にフリーズが遅れてあわやコウモリ全滅の危機だったんですけども、これは運が良かったですね。たまたまウィストが多分先行したコウモリ1体かなんかを攻撃してくれたおかげで、大量の主力のコウモリたちがやられずに済んだというところですね。まあ、そのおかげもあって、予定通りタウンホール周りの、防衛はコウモリが全部一掃してくれて、最終的にはフリーズも1個余した状態で、防衛全開そのまま回収という形を作ることができました。まあ、なんで、タウンホールの周りって意外とあるのが、防衛がタウンホール強すぎるがために、あんまりそこに防衛を固めず、タウンホール周り と、別のところに2つの高火力帯を作るっていうケースがよくあるんで、最近。今回ではここの周りが、まあ、タウンホールと防衛軍があって高火力。で、こっちは投石機があって高火力っていう2つのね、高火力帯があるんですけども、そのタウンホールをしっかり突撃艦でこう潰しちゃえば、意外とそこの火力が起こっちゃって、あとはもう惰性で壊せるような施設しか残らないようなパターンっていうのもよくあるし、そんなような、配置を見つけた場合には、こういう突撃艦を使ったタウンホール破壊っていうのは結構便利かなというふうに思います。で、ラストですね、パンセッタさんのアタック見ていきましょう。これは、ネクロラッシュを使っていきます。で、このネクロラッシュも、ですね、まあ、メジャーな形は、投下兵舎ですよね。投下兵舎にホグライダーを入れることによって、そこに、ロイヤルチャンピオンも合わせていくっていうパターンに、するのが、まあ、メジャーだと思うんですけども、ライトニングで投石区画を折って、で、ここをがっつり削りますね、こういう風に。ガツーンと削っていきます。で、イエティでサイドカット、ここをやっておいて、ネクロマンサーたちをこっちからこう流していくのかな、ウィーってこういう風に流していきますね。ここまでは非常にスムーズですね。スーパーウォールブレーカーを持っていってるので、ここに壁を開けて、ちょっとイエティが外周削りきれなかったところもあるんですけども、ネクロたちはなんとか中心部に向かってくれてますね。いや、半分それだか。
まあ、半分されましたけども、まあ、中心部と外側からのサンドイッチ攻撃になっていくので、ここの部分のレイヤーっていうのはこのレイヤーですね、このレイヤーっていうのはまあ問題なく、ネクロマンサーが外から中から削ってくれるっていう形ができてますね。で、これですね、トームを、使う位置をこの透析機のターゲット範囲に、おそらくしています。で、ギガインフェルノの範囲っていうのはユニットがいないので、仮にこれが起動したとしても、まあ、起動しましたよね。でも、まあ、ネクロが1体やられるぐらいでほとんど意味ないんですよね、起動したけど。で、むしろ透析機、これによって一気にネクロがやられるのが怖いんで、そこでフォームを当てたいがためにずっと突撃感を我慢して我慢して我慢して、ここですね、はい、当てていきます。で、突撃感がこの透析機がネクロ限られるところでトームで、これなんですけどね、危なかったんですよ結構。なんとホーミングが2個出てきて、で、トルネットトラップもあったんで、これあわや外に落とされるところですね。これ外に起こっちゃうと中に入ってるのはこれスニゴブプラスのイエティなんで、大事故になっているところでしたが、まあ、結果的にはギリギリ中に落ちたんでセーフというところですね。なんでこの突撃感使う場合にはやっぱりエアスイーパーではな、まあ、エアスイーパーも確かに嫌なんですけども、むしろトルネードトラップの位置っていうのはよく、ここら辺にあるんじゃないかな的なところを考えて使った方がいいなというところですね。まあといっても初見だとね、なかなかそれが見極めたくても見極められないというのはあるんですけども、まあ、今回のパンセッタさんの場合っていうのはちょっとあわやという状態でしたが、まあうまくですね、落ちてくれてよかったなというところですね。まあ、こんな形でですね、タウンホール、今回の話もそうなんですけど、タウンホールのこの周りって壁でこう囲まれちゃってるもんだから、アーチャークイーンも、ネクロマンサーも、ね、このタウンホールに攻撃できないんですね。でも、できない代わりにタウンホールからはこう、外側に攻撃をガンガンこうしてくるので、これ非常に邪魔ということで、そこに壁を上げて突破していくっていう、まあ、ジャンプの呪文を使うとか、まあ、言うてもあるんですけども、ではなくって、むしろ突撃感を当てて、タウンホールと透過交換、みたいな形にしちゃう。突撃感も、まあまあ、タウンホールを壊すためだけに使うような形になっちゃうけども、でもタウンホールを確実にそれで壊しておいて、残った防衛は、まあ、主力のユニット、ヒーロー、呪文で壊していくというね、この役割分担っていうのをパンセッタさんは考えて、それを決めてきたんだなというところで、まあとにかくこのタウンホールがすごい邪魔になるケースっていうのは、まあよくですね、攻めのプラン立てる上であると思うんですけども、特にこういう風にど真ん中にこうあったりする場合には、なかなかユニットね、中途半端な火力に向かわしてもタウンホール壊せないので、むしろ返り討ちにされちゃいますからね。ではなくて突撃感を当てていくことによって、確実にこれを壊して相手の火力も削ぎながら星2をきっちり取り、あとはユニットと呪文で前回まで伸ばしていくというパターン。ぜひですね、これからタウンホール13、やる方、でまたこれを今やってらっしゃる方、もう必須のスキルになりつつありますので、ぜひ練習して身につけてみてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思いますが、これもしも参考になったよということでありましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、タウンホール13、そしてタウンホール11、12も幅広くですね、動画を上げていきますので、これからもご視聴いただけたら嬉しいです。そして、TH コンプリータさん、関西クラクラクラブ、それぞれですね、チャンピオンリーグ、今2にいるのかな、お互いに。で、JWC に関してはもう TH コンプリーターさんは J1 にて我々 J3 ということで、どちらもですね、タウンホール13オンリーにはなるんですが、対戦楽しみたいという方がいらっしゃいましたら、それぞれのクランですね、興味のある方のクラン、気軽に門を叩いていただきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひお待ちしております。はい、では本日動画この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。